青き空、そこに仰ぐ釣り屋根が見る者を圧倒します。東京相撲競馬場、まずは横綱ハルマビスタの登場です。横綱の威厳を見せつけ、レースを制することができるか。ここで芝生の戦士ジャングルブランカの登場です。さあ気合十分、ジャングルで鍛えたその走りはどこまで通用するのか。スターターは行司の木村翔太郎、実況はラジオ日経小塚が務めます。地鳴りのような大歓声です。最高の栄誉をかけて各馬静かに土俵入りならぬゲート入り。さあ制限時間いっぱいです。発見よーいファイト。さあスタートしました。各馬ほぼ揃ったスタートです。果たしてどんなレース展開が待っているのか。コンボ。三十コンボ。まずは最初のコーナー、ここで横綱出ました。しこたん一輪を背にし、高猛しささえ感じます。期待膨らむレース展開となりそうだ。さあ2コーナー回って向こう上面、先頭を走る2頭を追うように後続が続きます。コーナーを曲がっていきます。おっとここでブランカがドラミングだ。しかし胸を激しく打つ音だけが虚しく東京相撲競馬場に響き渡ります。押し出しダッシュ。さあ完全に抜け出した2頭、これは手に汗握るがっくり打つのに窮屈となりそうだ。加速する、加速する、どんどん加速する両者、これは壮絶な競り合いだ。互いに譲らない、目を見張るデッドヒート。さあどっちだ。勝負あり。青き空、発見よーいファイト。さあスタートしました。各馬ほぼ揃ったスタートです。果たしてどんなレース展開が待っているのか。10コンボ。30コンボ。
50コンボ。コーナー、ここで横綱出ました。しこたん一輪も背にし神々しささえ感じます。期待膨らむレース展開となりそうだ。さあ2コーナー回って向こう上面、先頭を走る2頭を追うように後続が続きます。コンボ。さあここで各馬コーナーを曲がっていきます。おっとここでチュンリーがスピニングバードキックだ。あたりに風が巻き起こる。レースも終盤、ここからは目が離せない。百列客押し出しダッシュ。さあ完全に抜け出した2頭、これは手に汗握るがっぷり四つ乗り一騎打ちとなりそうだ。加速する、加速する、どんどん加速する両者。これは壮絶な競り合いだ。互いに譲らない、目を見張るデッドヒート。さあどっちだ。